皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。僕ね、今さっきも帰ってきてシャワー浴びて、もう時間夜の11時近くなんですけど、はい、10時45分ですね。はい、これから夕飯なんですけど、今日はね、でもどうしてもやっぱりこう物申したいというか、はい、一本ビデオに収めたいなと思って、はい、仕事後なんですけど今ビデオ撮ってます。ちょっともう髪の毛なんかもうパイナップルみたいですよね、なんかね。はい、これもうセットしてない時です。もうここがね、わかりますかね、これいつもねシャキンってまっすぐにしてもらってるんですけど、これがこう出てきたらもう髪切りに行くタイミングですね。もう今ね髪切りたくてしょうがないです。まあ明日あたりね、いつもの僕が気に入ってる1000円カットの人いたらそこでちょっとやってもらおうと思います。まあ、これからねご飯なんですよ。めちゃくちゃシンプルなご飯なんですけど、夜はあんまり食べないので、普通にもうこれ、はい、鶏の胸肉、柔らかく炒めたやつと、あとはこれ目玉焼き、あとアボカドですね。はい、もうねこの3つだけ。はい、まあ、本当はねゆで卵食べたかったんですけど、ちょっと作り置きなかったんで、もう目玉焼きにしちゃいました。で、基本夜は僕は炭水化物は取らないですね。まあ、ちょっとね今体を大きくしたいから本当は食べなきゃダメなんですけど、やっぱ食べる時間が遅くて、で僕もう12時ちょっとには寝ちゃうんですよ。なので結構ね朝起きてね胃が張ってるというか、お腹がもうこうきつい感じがあって、でも消化が弱いんでしょうね、ちゃんとできてないので。基本的に炭水化物夜は僕取らないですね。とりあえずお疲れ様です。いただきます。これも見て、見事な半熟です。見えるかな。まあでもちょっと汚いっすよね。でもこんなもんですよ、男の一人暮らしのご飯なんて。そうね、僕ね朝ね起きたらね、まずニュースつけるんですよ。 ANN の YouTube のライブのニュース見るんですけど、今日ねビュッフェのことなんか言ってたんですよ。そっちのなんか日本の地上波でもそのビュッフェのニュースって流れてたのかな。 ANN だから朝日かなのビュッフェで、若い人って言ってたかな、まあ、20代か30代か分かんないけど、男性の人が割り込んでビュッフェを取ったら、なんか50代か60代ぐらいのおじさんかおじいちゃんか分かんないけど、列に並びなさいって言って怒られたと。まあそういったことが軽く報道されてたんですけど、まあそんなくだらないこと報道するのもなんか日本のニュースって本当レベル低いなって思うんですけど、なんか街頭インタビューとかもしちゃって、まあでもそこにやっぱね一言もう本当言いたいのは、僕の意見から言うと並ぶ必要は一切ないです。もうね、そのマインドがもう本当におかしい。そんなこと言ったらマジで外国というかこう世界に笑われると思います。まあそもそもビュッフェって日本だと食べ放題とかなんかね好きなもの取れるみたいな感覚があるけど、もうね使い方が違うんですよ。そもそもビュッフェって言ったら誰が行くかって、行く人っていうのは時間がない人が行くんですよ。時間がない人、ビュッフェって要はもうね全部準備してあるし、自分が好きなものだけすぐ取れるから、だから全然時間かかんないじゃないですか。だから朝食とかってビュッフェが多いんですよ、そういった理由で。そこをね並ばないとダメっていうのは It doesn't make sense ですね。何理にかなってないですね。はい、なんか日本っぽいなってすごく思いました、そのニュース見てて。香港でもビュッフェは並ばなきゃいけないっていうことはもう一切ないです。もう自分で好きなところに行って好きなものを取る、もうそれが普通です。僕もね旅行で何カ国だろう、十何カ国いろいろ行ったことありますけど、ビュッフェのところで並んだことっていうのはもう一度もないです。そのちょっといいホテルのビュッフェの迎車代っていうのはまた別の話ですよ。迎車代っていうのはその朝行ったらほらオムレツ作ってくれるとか、夜だったらローストビーフ切ってくれますとかあるじゃないですか。ああいうのはそりゃ前に人並んでたら自分も並んでもらわなきゃダメですよ。でも言ってるのはその普通にセットアップされてるサラダだったりとかスープ味噌汁、それを並んで順番に取る必要はないってことですね。最初にも言いましたけど、なんかこうやって話してると本当にこんなことがニュースで報道されるって、本当なんかそっちの方がなんか悲しくなってきました今。もうマジで苦笑いですね。で、街頭インタビューでもその
いや僕は好きなもの取りに行きますっていう人もいれば、やっぱり中には私は行きません、なぜかっていうと周りの目があるから。いやそれもすっごい日本っぽいなと思って、香港人だったらそんなの気にせずに並べって言われても行っちゃう人いそう。まあそういうのは大体ね中国系の人なんですけど、でもね最近はねそういうのもあんま見受けないですね。うん、中国系の人でもやっぱりちゃんと並んでるし、昔はオーシャンパーク、そのディズニーランドみたいなね遊園地も、あの香港人は並んでて中国人は横からバン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 入ってくるっていうシチュエーションがめちゃくちゃあったんですよ。それこそもう10年ぐらい前とか。でも最近はまあそういうことないですね。ちなみに飲んでるのはこれ、あの普通の麦茶です。最近お酒全然飲まないですね。休みの日ぐらい。前はね週に5日とか飲んでたけど、カフェインがダメなんで、お茶とかじゃなくてもう麦茶、カフェインなし。このマグカップは僕の妹が、もう15年ぐらい前かな、僕の妹がニュージーランド行った時にお土産で買ってきてくれたものを愛用して、お兄ちゃんは使っています。はい、ということでごちそうさまでした。まあ、今回のねビュッフェの件、皆さんどう思うか分かんないですけど、よかったらぜひ感想とかあのフィードバック、あのコメントの方に入れていただけたらなと思います。まあ、今日はこんなカジュアルな動画ですけど、普段は海外の情報だったりとか、あとは香港の現地の温度感が分かるようなビデオを上げてますので、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Bye.